はい。台はピュアラブです。ツイッターが、ここ数日、不具合を起こしています。えー、他の人のツイートが見れないであったりとかですね。えー、リツイートができないであったりとか、えー、まあ、そもそもツイッターに入れないであったりとかですね。えー、そういった不具合が、 えー、山のように起きております。うん。えー、これだけね、もう連日して起きるというのは、えー、過去にないことだと思います。うん。で、ちょうどね、このツイッターの不具合が起き出したのが、えー、この文春がですね、えー、この木原事件を取り上げてからなんですよね。うん。その後になんかもう、おね、 うわーっとこう盛り上がって、ツイッターなんかでもすごい盛り上がってえ、どうなってるんだってなった時にこの不具合が起きたんですよ。うん。なのでね、これはもう政府であったりとかね、えー、まあ、そういった巨大な権力がですね、まあこれを拡散されるとまずいということでね、えツイッター、Twitter、社などに対して、えー、圧力をかけたのではないかと。 思います、うんえー。このようにですね、その木原さんと、えー、三木谷さんはね、非常に親しい関係であるわけです。うん、で、まあ、両者ともにね、えー、まあ、総学会とも非常に深い。うん、また、統一協会ともね、えー、木原さんは関係が深いと言われております。うん えー、なのでね、このツイッター社に対して圧力をかけられるようなところっていうのはいっぱいあるんですよ。うん、政府だけではなくてね。うん。えー、まあそしてね、えー、うん。まあ何より、えー、三木谷さんですね、三木谷さん。三木谷さんは、えー、このガーシー事件の時もですね、 えー、このツイッター社に圧力をかけて、えー、このガーシーのツイッターを凍結させたんじゃないか、なんてことも言われてました。うんまあね、実際はどうかわからないんですけれども、えー、なぜね、そういう話が出るかというと、えー、この三木谷さんとね、ツイッター社というのも、えー、親しいんですよね。うんなので、えー、三木谷さんからね、ツイッター社に働きかければ、 えー、まあ簡単に凍結させるとかね、そういう操作もできるだろうということでね、えー、そういうことが言われてました、うんうん。まあ、タイミング的にね、この事件が報じられて盛り上がった後にこういう、ね、不具合が起きてるので、うん、そういうような背景があってもおかしくないなと思いました。ご視聴いただき。 ありがとうございました。